はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の2月の24日です。今朝早くにトランプ前大統領はサウスカロライナ州でスピーチを行っております。この直前の動画で最後の部分だけをご紹介させていただきました。今回は、初めの部分をご紹介させていただきたいと思います。本来ならば、 画像、動画を映して、それに吹き替えてご紹介したいなと思うような場面なんですけれども、なんかね、最近どうもちょっと難しくて結構引っかかるんですね。なので、今回はあの、ここの部分やってますよっていうのを概要欄に貼っときますので、そこからだいたい10分、15分くらい 見ていただければ雰囲気が伝わるのではないのかなと思います。この画面では残念なんですけども、現場の雰囲気はこんな感じですというこのあたりを映しながらご紹介していきたいと思います。今映ってる画面はトランプ大統領が紹介されて今まさにあのいつものテーマソングになって登場するシーンなんですね。 で、この登場する前の段階のことをちょっとご紹介したいと思います。まず、RSPN さんのいつものニュースキャスターの方が、あ、そろそろトランプさん登場しますね、みたいな感じで降りました。そうしましたら、アメリカの国歌が流れました。その国歌は、トランプ大統領が、ムスキムイカのデモで逮捕されて、投獄されている人たちが、 毎日夜9時になると誰ともなく国歌を歌い出すということがあったんですけども、彼らと一緒に歌っている、コラボしている国歌です。その歌が流れました。そして、その後に登場したのがサウスカロライナ州の知事さんでございました。知事さんはね、このようにおっしゃったんですね。 私は今、ワシントンから帰ってきたところです。2日間滞在しました。そこには何人もの知事がいました。私たちは時々行政関係者と会いに行きます。私たちはトラ政権の時にそれを行い、素晴らしい時間を過ごしました。さて、私たちは今、梅田政権との会談から戻ってきたところですが、何が分かったかご存知ですか国境危機は気候変動によって引き起こされていることが分かりました。でっち上げですよ。 マヨルカス長官自身がそう語りました。国境危機は気候変動によって引き起こされます。と。さて、私たちは秘密兵器を手に入れました。そして、それはもちろん秘密ではありません。彼はそれをすべて解決してくれるでしょう。そして彼がこれから何をするのか教えてあげましょう。私たちは国境を守り、不法滞在者を返し、壁を立ててくれる人を求めています。私たちは 軍から札ををを獲得しし戦いい再開ててくれる人物を求めています私たちは憲法を守り、法律を執行するために裁判所に裁判官を配置したいと考えています。そして我々は海外の敵にアメリカが立ち上がっていること、そして彼らが腰を下ろす時が来たことを示してくれる人物を求めています。 そこで今この地球上でどこにも紹介する必要のない一人の男を皆さんにご紹介できることを大変光栄に思います。それはアメリカを再び偉大にすることができる、そしてそうすることのできる唯一の人物、ドナルド・トラさんと紹介して音楽と共にこのシーンでトラ親分が登場してきます。なかなかね、この知事さんの話も面白かったなと思いました。 さて、それではスピーチの最初から15分くらいの話をこれから朗読していきたいと思います。それでは始めます。わお、たくさんの人です。たくさんの人がいます。ありがとう。外にもたくさんの人がいます。彼らは入ることができません。でも、そのスペースを譲りたい人はいますかここは席が多すぎます。満員御礼です。 外には人がいっぱいいます。私たちは彼らが大好きなので、屋外で彼らにオーディオを提供しています。何千人もの誇り高く勤勉で神を恐れるアメリカの愛国者と共に、この信じられないほど美しい州に戻ることができて興奮しています。それがあなた方です。アメリカ人の忍耐力。ご存知のように私が最後にこのアリーナにいた時は、ある意味とても良い時間でした。 国境問題がありましたが、それはピーナッツのようなものでした。私たちはその問題をすぐに解決しました。国境、彼らは問題を抱えていると私に言いました。強姦犯がいる、暴寒がいる、なんて恐ろしい、と、それに関しては私たちは正しかったです。一つ、二つ、私たちが言ったことは、事実に比べれば何でもありません。 しかし私たちが今抱えているのは完全なる惨状です。これははるかに悪いことです。しかし私たちはその国境問題を解決します。当時私は国境について話しましょうと言いました。彼らは先生あなたが問題を解決したので誰も国境など気にしませんよと言いました。私はリストに載せたくないのですかと言いました。 そこで国境について話しました。私たちが問題を解決しているので、誰も国境など気にしていません。私たちは2016年の初めにここにいて、2016年の1月には同じアリーナにいました。ここは幸運なアリーナだと思います。 私たちはこれまで以上に大きな勝利を収めるつもりです。明日ほど重要なことはありません。あなたは人生の中で最も重要な一札を投じることになります。そして正直に言いますと、私たちは明日のことはあまり心配はしていません。11月5日という実期を目指していきたいと思います。それが私たちに必要なことなのです。11月5日。 根性のねじくれ曲がった梅田になるに違いありません。もし彼になるのなら、彼がスタートゲートにたどり着くかはどうかはわかりませんけれども、私たちはここ、サウスカロライナで大きな勝利を収めるつもりです。私たちは根性のねじくれ曲がった梅田と急進左派民主党に、私たちが11月にフライトトレイン、貨物列車のようにやってくることを示すつもりです。そうですよね。 ニッキー・ヘイリーは民主党とリベラル派に依存しています。民主党が資金提供しています。そして会場から彼女のキャンペーンはクレイジーだという声が入ってきています。狂った政治の世界と言われています。民主党は彼女の不代理運動に資金を提供しています。彼女の最大の支持者の一人はインターネットで金を稼いだ急進左派の民主党員です。実はとても悪いやつなんです。 彼は民主党員であり、彼らは私たちに損害を与えるために資金を提供しています。現在彼女の最大の支持者は、梅田の支持者です。梅田を束ねる者、梅田を騙す者、極左がこの予備札入れに干渉したくないのであれば、彼らはそれを終わらせようとするだろうと私は思います。一体誰が共和党の予備札入れで、民主党に札入れしてもらいたいのでしょうか それは何についてですかデラウェア州についてはどうですかあなたは彼らを圧倒するつもりです。あなたは彼らを沼に浸すことになるでしょう。そうすることが重要です。それは簡単です。明日はうまくいくでしょう。しかし、皆さんが外に出て、不だいれすることが非常に重要です。なぜなら私たちは本物の強硬派の人々、私たちの国を破壊している人にシグナルを送りたいからです。超梅谷。 我々は彼らに我々が来るという合図を送らなければなりません。大きく送ります。だから明日は外に出て、筆入れに行ってください。気分が悪くても気にしないで、起きて出かけてください。もしあなたの夫の気分が良くなくても、ダーリン起きて、と彼らをベッドから起こしてください。明日は外に出て筆入れしましょう。私たちはこの週に勝てば、 根性のねじくれ曲がった梅田に、あなたはカイコだ、と告げるつもりです。ヤジが飛んでます。ここから出ていけ、首だ。すごいですね。これまで誰も見たことのないほどの活気があります。あと9ヶ月です。明日、筆入れするというわけではありません。明日はあなたの大事な日です。あなたは明日、呼び筆入れで筆入れします。しかし、大事な日は11月5日です。このような例を見た人は誰もいません。これは、 一部の人にとっては、たとえそれが不代で前日であったとしても、これほど群衆が集まる人は誰もいないでしょう。しかしこれは不代で前日のようなものです。ですから最も悲しいのは、まだあと9ヶ月あるのに、彼らが引き起こしている愚かさと破壊は、まさに木が遠くなるようなものです。私たちはそれを引き継がなければならないので、時間が過ぎるのを祈るだけです。 彼らはこの国を破壊するつもりです。私たちは世界の大きな戦に突入することになるでしょう。最終的には、第三次の世界の大きな戦に突入することになります。彼らは私たちの国を破壊するでしょう。出て行かなければなりません。私たちはトラ政権のもとで勝たなければなりません。あなた方の方が良かったです。あなたの家族はもっと裕福でした。隣人の暮らしも良くなり、コミュニティの暮らしも良くなりました。 そして私たちの国ははるかにはるかにはるかに裕福でした。それは確かです。アメリカよ、私たちはより強く、よりタフで、より豊かで、より安全で、より自信に溢れていました。私たちは国としての信頼を失いました。私は多くのスピーチでそれを言いました。私たちは自信を失ってしまいました。自信を失ったのは、 私たちの国のせいだとは、なんと恐ろしいことでしょう。そして、私たちにはリーダーシップがありません。私たちは世界のどこでも尊敬されてはいません。しかし、私は、間もなく、ボスの執務室のあの美しく、毅然とした机の後ろに座ることになるだろうと、これまで以上に確信しています。なぜなら、私たちは力を合わせて、史上最大の経済、史上最大の経済を構築したからです。 ロナルド・レーガン大統領を超える史上最大の減税は誰も見たことがありません。私たちはロナルド・レーガンが好きですが、減税では彼らに負けました。最大の規制削減により、これまでにない記録的なエネルギー生産が見られ、あらゆる種類、宗教、肌の色、身長のアメリカ人の賃金上昇は価値でないほどうまくいきました。 根性のねじくれ曲がった梅田の元では3年連続で経済戦と福祉、そしてアメリカの勤労者家庭への停滞が続いています。実質的にインフレ率は39%増加しました。39%。それでこれを考えてください。たとえあなたがどんなにうまくやったとしても、あなたはそれをしなかったのです。それは、 主に彼の愚かなエネルギー政策、風車のせいで彼が引き起こしたインフラのせいで、あなたが遅れを取ったということです。風車をあちこちに立てましょう。風車をやってみませんかそれは世界中で最も高価なエネルギーです。風力よりも高価なものはありません。それは人を殺めるという事実は別として、鳥を殺め、周囲のあらゆるものを殺めます。ご存知の通り、 これは緑色の新手の詐欺です。これは新たなグリーン詐欺の一部です。考えてみてください。彼らの3年間のインフレ率は実質的に約39%でした。彼らが言いたいことを全て含めると、食料は含めていません。が、家賃やエネルギーなどのことは些細なことです。私のリーダーシップの下ではインフレはありませんでした。根性の根軸で曲がった梅田のもでは、 エネルギー価格は史上最高レベルに達しました。梅田政権下ではガソリン価格は場所によっては1ガロンあたり5ドル、6ドル、さらには7ドルに達しています。そしてカリフォルニアでは8ドルと9ドルに上がりました。3年前、私のリーダーシップのもと、私たちはエネルギーの自立を実現し、間もなく世界中でエネルギーの優位性を手に入れようとしていました。我々が優位に立つつもりでした。 私たちの足元には他のどの国よりも多くの流動的な金が存在します。ガソリン価格は1ガロン87ドルでした。それはいいことではないでしょうか。梅田候補のおかげで3年住宅ローン金利は22年ぶりの高水準に達し、住宅ローンの平均支払額は月額3322ドルという残忍な額となっています。誰も経験したことはありません。 彼らはそのような数字を持ったことはありません。私がボスだった時、平均月々の住宅ローン金利は50%近く低かったのです。実際2%という数字もありました。2%だった時期もありましたが、そこから大きく一脱することはありませんでした。あなたは住宅ローンで年間19000万ドルを節約していました。 そして、根性のねちくれ曲がった梅田は、株式市場のことを自慢するのが好きですが、インフレを差し引いて調整した後でも、株式市場はわずか数上昇であり、これは記録を樹立しており、私たちがインフレで何を示しているのかを示しています。ところで、不代入れが終わった後は、 もっと大きな問題があるため、このようなことは言えませんが、もしこの不代入れに勝たなければ、私たちの国は破壊されてしまいます。おそらく彼らが勝った場合、エネルギーに関する数字が表示されるでしょう。これまで見たことのないようなものになるはずです。彼らはトラ政権下でできる限りのことを推進しているのです。もしこの不代入れが失敗な不代入れか不正不代入れで終わったとしたら、勝利で終わる唯一の方法は、 不正不代でだと私は言います。彼らが2020にやったことは恥ずべきことだからです。そして何が起こったのか見てください。私たちの国に何が起こったのか見てみましょう。決して起こらなかったであろう戦があります。ロの国は決してウの国を攻撃しなかったでしょう。イスラエルは決して攻撃されなかったでしょう。インフレにはならなかったでしょう。それは全てエネルギーによって引き起こされました。 しかし対照的に私のリーダーシップのもとでは、インフレはほぼゼロで株式市場は驚異的な62%上昇しました。皆さんの札入れで62%。私たちは梅田のミックスを打ち破ります。これは非常にネガティブな言葉です。彼はその言葉を聞いたのです。彼はそれが大好きでした。もうそれは本当に悪い言葉です。そしてお察しの通り私たちは、 マギートランプマギーとして復活させます。私たちはこの国を地獄から取り戻すでしょう。アジアのアとつく国で起こったこと、私たちの国で起こったことすべてを考えるとき、私たちの国は地獄を経験してきました。私たちは世界中で取り残されています。根性のねじくれ曲がった梅田は、現在6兆ドルの増税を推進しています。6兆ですよね。 これは我が国の歴史上、あるいは世界史上でも最大の増税になるのではないかと思います。そしてもし彼が勝てば、それは勤勉なサウスカロライナ州の人々に待っていることです。私たちはヘンリーや皆さんと緊密に協力して素晴らしい州を持っていたはずです。私たちはそれをこれまでに見たことのないレベルにまで高めましたが、今ではそのようなものになることは決してありません。 そんなはずはありませんが、株式市場は上昇しているので、多くの人々、市場で最も懸命な人々の何人かは、世論調査で梅田を大きくリードしており、私たちが勝つと期待しているため、相場は上がっていると主張しています。もし負けたら、信じられないような大暴落が起きるでしょう。11月5日に悲劇が起こったら、それは多くの人の意見では、悲劇になるでしょう。そして私の意見では、 株式市場の多くがこれまでで最大の株価暴落に見舞われるでしょう。なぜならうまくいっているのは株式市場だけだからです。そして世論調査がすべて我々が大差で買っていることを示しているので、それはうまくはいっています。だから私たちは必ず勝たなければなりません。と続いていきます。 今回はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。